おはようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です、はい、今回は、ね、ストレスの話、はい、でまあ、ちょっとね、散歩してたらこうある、まあ、友達に会ったんだよね、はい、でどうもね、結構よく会うんだよね。で結構ね、この普通の人大体働いてると会わないような時間に会う、はい、大体さ3時とかさ、はい、夕方の、はい、うん、夕方まだ仕事上がらないような時間、はい、どうしたの。いや、実はちょっと鬱になっちゃって、はい、1年間会社休んでんですって話だよね、はい、いや普通の人だよ、はい、で結構大企業で、まあ、収入も安定してるわ、安定してて、はい、そんなに仕事がもうむちゃくちゃ大変っていうわけじゃないんだよね、はい、でもやられちゃったよね。でどうも、ね、まあ、大体5万人ぐらいいる会社なんだけど、はい、大体 2% がそうだったよ、はい、2% で5万人100人ぐらいですか、うん、年にだよ、はい、年にですか、年にだよ、はい、怖いね、はいはい、うん、へー、そういうのが発生しちゃうんだよね、はい、だから普通の人でもやっぱ怒ってくる。でその原因がどうも現代人って常に緊急異常事態反応、まあ要はこの扁桃体っていうところが不安をずっと感じ、その原因の一つは多分スマホだとかパソコンで刺激が多いじゃんね、はい、これがあるね、うん、一つはね。あとやっぱ街中の人と田舎の人と比べるとどっちがこう、はい、切れやすいか、どっちだと思う。都会の方は、そう、都会の方刺激がこうずっと続いてるんで、はい、うん、これがなの逆になんかこう刺激がないと、はい、なんていうのかな、こう刺激中毒になっちゃって、もう扁桃体が常にもうオンなんだよね、常になんかこう感じちゃってるので、はい、もうあれだよね、もうここの、うん、なんていうの、ストレスが入るこうキャパシティがあるとしたら、もう体内の人がいつうつになってもいいし、がんになってもおかしくないっていうような状態になってる、はい、怖いね。でしかも年取ると まだ若いうちはここのキャパがかなり広いんだけど、はい、年取ってくるとこうだんだんキャパシティが減ってくるんで、はい、そうするとあれだよね、まあ、40過ぎると危なくなってる、誰でもいう感じですね。で対応どうしようかとかいう話だよね、はい、うん、でね、実はこの扁桃体をやっぱオフにしてやるってことだよね、はい、ということはここの水を一旦切ってやる、うん、はい、うん、で、そうすると体吸収、まあ要はこう出てく吸収作用もあるんだよね、実はね、うん、そうするとさーっと下がってくる、はい、でまた増えてもまたこう出していくっていう、このこっちのシステムを作っていかなきゃいけないね、はい、これどうしましょうって話なんですけども、はい、一つはね、こう睡眠でね、なかなかこれダメだって、はい、で寝ててもさ恐怖で目覚めるとだから睡眠はこれオフにする機能ね、はい、そんなに多くないみたいな、はい、体全体は休めるけどね、はい、であとね、まあ、睡眠はここ睡眠してもここで、まあ、結構反応してて、でただ睡眠をすることでこれを和らげるホルモンがまた出るから、はい、いいんだけど、ただオフにはできない。オフにするにはね、どうも瞑想がいい。瞑想、メディテーション、はい、あ、そうですね、瞑想で、ね、瞑想呼吸ね、うん、やる、呼吸にしゅ、まあ、また瞑想はまたやりましょう、その話はね、はい、瞑想と、あとね、コーピングって話だね、まあ、瞑想でここを一旦切ってる、はい、でコーピングでここで出す。コーピングっていうのは、まあ、簡単な話、ストレス対策100個書き上げてみましょうと、はい、でもうあらゆるストレス対策を出たら試してみる、はい、こう深呼吸する、空見上げる、木に触る、ちょっと近所散歩する、うん、もうこうただこう回してみる、うん、もうそれだけ100個すぐ行くから、そういうのね、そういうで、それでこうここを出すこう脳の仕組みを作ってやるってことだね、はい、うん、そうすると、まあ、
どうしてもね、生きてる以上はストレスいっぱいあるから、うん、出ても出せる、一回止める、はい、っていうものをやれるんだよね、はい、なので僕らね、どちらかというとこのここら辺のなんていうかシステム、あのこう、うん、ストレス対仕事をどうやるかばっかり考えてて、はい、出てきたこのストレスをこう どうやらげるかっていうのはね、うん、なかなかね、あのやってない、はい、まあ、要はね、まあ、うんこみたいなもんなんです、ストレスって、うん、だからうんこ嫌ですよっつったら食わなきゃいいんだけど、はい、死んじゃうでしょ、食わない、はい、死にます、うん、汚い話ですが、いえいえ、うん、だからやっぱうんこをいっぱい出していいんだよ、でもお腹いっぱい食べましょう、はい、っていう話なんですけど、うん、そういうことでどうもありがとうございました。ありがとうございました。